下腹が気になる方は一緒に20秒やりましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、 RSV バイシクルアブスということで、レジスタンスバンドを使ったバイシクル腹筋を一緒に20秒やっていきましょう。レジスタンスバンド、こういった短いゴムバンドです。これはですね、レジスタンス、いわゆる抵抗を与える、いわゆる負荷を上げるためのゴムバンドなんですけども、これ実はですね、外国人が何人も何人もマシンを使わずにですね、こぞって使うエクササイズ道具です。日本人は意外と使っている方は少ないんですけども、外国人の方は足痩せするため、骨盤周りを鍛えるためにほとんどの方が使われていると言われております。日本人よりもジャンクなものを食べてしまう太りやすい外国人たちが使っている道具ですので、我々も必ず使うべき道具ではあります。レジスタンスバンドを使うことによって、メリットとしては負荷を上げることができます。筋肉に効かすっていうことが上手くなります。普通の動作だと動き始めを早く動いてしまうと負荷がだんだん軽くなるんですけども、ゴムバンドを使うことによって引っ張られることに負荷が上がっていく。そうすることでうまく筋肉に効かしている感覚というのが身について、エクササイズがより効果的に行えます。体幹を鍛えることができます。ここで最大のメリットとしては、多方向に負荷を上げることができるところです。例えば足パカをするマシン、あんまりありませんよね。ですがゴムバンドを使うことによって足パカの負荷を上げることができ、今回のように腹筋にゴムバンドを使うことによって腹筋の負荷を上げることができる。他に腹筋に負荷を上げるとしたら、上半身や足に重りをつけるなどして負荷を上げることができるんですけども、そこでやはり動きが速くなってしまうと負荷が逃げてしまいますから、ゴムバンドを使うことによってゆっくりお腹に負荷を与えて、負荷が逃げないようにお腹に効かすことによってお腹痩せが可能になります。レジスタンスバンドに関しましては説明欄に商品リンクを貼ってますので、ぜひ購入することをお勧めします。これからレジスタンスバンドを使って行うエクササイズ、日本にも必ずどんどん増えてきます。今ではマシンか自重どっちかですが、ゴムバンドというのはやはり安く買えて簡単に負荷を上げてコアな部分に効かせられる。今では日本で10分30分体を動かすエクササイズ載ってますけども、これからはゴムバンドを使ったエクササイズが主流になると思っています。そのためにぜひレジスタンスバンドを用意しておいてください。これからどしどしレジスタンスバンドを使ったエクササイズ載せていきますので、一緒にやっていきましょう。ではやり方を説明します。レジスタンスバンドを足の裏に合わせます。ゴムがたるまないように少し広げておきます。ここから足をゴムが緩まないようにゆっくり膝を曲げて動かします。そうすることで下腹にしっかり効かすことができます。そして足をゆっくり引くことによって大腿直筋が鍛えられますから、前ももがムキッとしてしまっている人とかにもこのエクササイズはおすすめです。大腿直筋が強くなるとですね、太ももの膝の上あたり、そして太ももの外側あたり、内側広筋、外側広筋の無駄な筋力が削られて大腿直筋がメインになってきますから、前ももがムキッとしている人はですね、大腿直筋を鍛えることをおすすめします。で、今回はですね、バイシクルなんですけども、手は動かさずに下腹だけをゆっくりこのように効かしていきます。ゆっくり動くことがポイントです。呼吸は長く吐くことがポイントです。上半身を少し起こしたままで20秒間一緒に行っていきましょう。では行きます。スタート。お疲れ様でした。20秒で物足りない方、どんどん長くやってみてください。お腹にしっかり効かす、今みたいに下腹にしっかり効かせてゆっくり動く動きはですね、
腹筋の表面を使わずに腹横筋もメインとして使ってますから、お腹を引っ込める力、出てしまうお腹を抑える腹筋ですから、しっかりそこをね、お腹を引っ込めたい方はメインとして使ってください。クランチのように腹筋の表ばっかりを使うような腹筋をたくさんやってもですね、腹筋の上部がポコッと出てきたりとか、腹筋が肥大しますから、あんまり腹筋のね、腹直筋ばっかりを使うエクササイズやってしまうと、逆にお腹が引っ込まなくなります。腹筋をつけたいというよりもお腹を引っ込めたいということが目的でしたら、ゆっくり動く腹筋、息をしっかり吐く、お腹をどんどん引っ込めるっていう力を身につける腹筋エクササイズを選んでください。今回は下腹ポッコリにおすすめなレジスタンスバンドを使ったバイシクル腹筋でした。この時間を伸ばせば伸ばすほど腹筋よりも腰が痛くなってしまう場合もありますから、そこは時間を調節してですね、あんまり無理のないような時間、そこで動きをゆっくり意識できる時間っていうので、ちょうどよく行ってもらえたらと思います。最大のメリットとしては多方向への負荷を与えることができます。この商品が気になる方は説明欄の商品リンクに行ってみてください。5本ぐらいで1000円ぐらいで売ってます。それでエクササイズをより効果的に行うことができますから、物を使わずにエクササイズを行うよりも適度に自分の負荷に合った柔らかさのゴムバンドを使ってですね、エクササイズをすることで自分の運動している効果を2倍3倍と上げることができます。効果が上がればよりエクササイズも楽しくなりますから、ぜひレジスタンスバンドを購入してですね、一緒にこれからエクササイズをやっていきましょう。少ない時間でより効かせるエクササイズをこれからも載せていきますから、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。短い時間で効かすエクササイズということで、さらに短い時間で効かすためにこれからはレジスタンスバンドを使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。Thank you.